統合性明確遺伝子動体学分野の白石です綺麗、えー、な花がここに映っていますが我々が研究しているのはこの花ではなくてこちらの水の中にいる生き物ですで水の中で光合成を行って生きている生き物を取り扱っていまして、えー、主に使っていたのがボルボックスこれ田んぼの中なんかで増える多細胞の緑草です ただこれ今、研究がこちらはちょっとやめていて、こちらの多細胞の食用シラノバクテリア、アルソスピラプラテンシス、通称でスピルナと呼ばれているものですが、こういう生き物を扱っています。スピルナに入る前にボルボックスについてちょっとだけお見せしますね。ボルボックスはこう多細胞生物とっいったように2種類細胞がいて、 大きいのと細胞,と小さい細胞いますでこう子供が成熟すると親の体を破って出てくるでこう,こういう出てくる時に子供が親の体を溶かすプロテアーズを出しましてそれを解析したりしていましたでこれはあの多細胞体制ができる時にキーになったタンパク質の一つですで現在こういうアルソスピラプラテンスというらせん系の光合成をして生きている微生物を扱っていますでこれは アフリカで古くから食用にされてきたシアノバクテリアであとでお話ししますが微生物の光合成を行う微生物の中では現在一番広く産業利用されている生物ですで食品とか食品添加物食用色素などに使われていますただこれ産業利用はされているんですが研究にはまだほとんど使われていなくてだからこれを分子生物学的な研究の材料として使うものにしたいと考えて研究を行っていますで これがいろいろ研究の材料として使えるようになれば必ず人類の役に立つはずです。でこれはどうして産業利用されているかというと栄養価が非常に高いそれから土地を選ばずどこでも大量培養できる。で国連の食料,食料農業機関が培養を推奨していてあの発展途上国などでかなり培養が広まっています。でまずタンパク質産量が高いそれから特徴として あこれは食用なんですねそれアルカリ性の条件を好むので屋外で簡単にあの他の微細層が生えない状態で培養できますそれからろ過で簡単に収穫できるこれらせん系の形態をしているので簡単に収穫できますでそれから病気や害虫が知られていないそれから増殖が早いので毎日収穫できるで乾燥させて保存食にもできますでこれはインドでの培養風景をですねそれから産業的な大規模な生産も行われていて 例えばこれこの辺になんか建物が映ったりしていますが非常に規模の大きい生産が行われていますそれから中国なんかでも最近は培養が広まっていますで特徴としては非常にタンパク質残量が高い100乾燥重量 10g 当たり 6.5g65% ぐらいのタンパク質を含んでいますで大豆は高タンパク質と言われ,れていますがそれでもタンパク質残量は 30程度ですでビタミンミネラルも豊富に含まれているそれから割と身近なところでは青い色素が含まれていてこれがこういうアイスなんかの天然の食品用着色料として使われていますで生き物としてはこういう長さが数百マイクロメーター程度ですで細胞が一列につながってらせん形をしています あと大きな特徴として非常に運動性が高くて寒天の上などに置くとこのようにはい回ります。でこれのメカニズムズ分かっていません。でこの生き物は最近まで研究材料としてはほとんど使われてこなかったので研究を行うための手法が整備されていませんでした。これを いろいろなバイオテクノロジーの基盤的な生物として利用できるようにするために実験系の整備を進めていますでこれまでこのようなことをやってきてであと遺伝解析遺伝子導入それから細胞運動、先ほどの細胞運動の解析なども行おうとしていますで有用なだけでなくて生き物としても大変に面白いので生き物好きにはたまらない生き物だと思いますで詳しくは研究室見学でお話ししようと思いますで普段あまり目に触れることない 水性の光合成微生物の未知の可能性を追求しませんか。で、研究に加わってくれる人を募集しています。じゃ、午後の、あの、検出見学に来てください。